こんにちは、ボートレースライフナビゲーターの幸せの招き猫チョコです。本日はナイターのレディース戦最終日に全レース143の一点買いに挑戦します。インが強いとされているナイターレース、優勝戦以外は無難なレースを展開しそうな最終日、なおかつ先付けが少ないレディース戦、この条件が揃えばイン逃げ率が高くなるのではないかと考えました。注意、すべて私個人的見解となります。そこでイン逃げでそこそこ配当がついて結構出現しているデメだと感じている143を1点全12レース購入していきたいと思います。本日11月10日は若松で開催のマクール杯ナイトプリンセスカップ最終日となっていますので若松で挑戦していきます。それでは実際に若松の全12レース143を買っていきます。はい、ただいま、12時56分となっております。まず若松で全レースを選択、通常で143、こちらに1点1000円購入していきます。はい、143購入します。今のところだいたい30倍台から90倍台となっている感じの配当となっております。12,000円投票。はい、これで全レース143購入完了しました。それでは実際に若松の全12レース143を買ってプラス収支になるのか挑戦スタートです。さあ始まりました。若松の第1レースです。このレース1号艇伊藤選手、4号艇大石選手、3号艇深尾選手の143、インコース1号艇伊藤選手 B2 ということもあって 48.3 倍ついております。さあまずここいきなり的中してくれればいきなりの 48,300 円。さあ来い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 、143、お4号艇いいんじゃない、あ6号もいい、あこれはまくられたか、なあ4号艇、おお465、あ伊藤選手逃げれなかったか。さあ中でも4号艇の大石が覗いていく、ていうか今日はこれ風が吹いてて結構水面が荒れてますね。わあ4号艇がやっぱこういうことが起こる、いやーこれイン逃げが多いんじゃないかと思いました。この風がちょっと強敵かもしれません。いやーこれはもう6号4かいきなり大きい配当が来そうですが、まあ143にはならないです。はい、続きまして第2レースです。このレース1号艇高田選手、4号艇八須選手、3号艇高石選手の143、ここ6号艇平田さやか選手に人気が集まっているためここも 43.8 倍となっております。くれば 43,800 円、いきなり3万円の価値が確定しますがどうなりますでしょうか。まずは高田選手逃げて、お揃ったよ揃ったよ、いいんじゃない、まずはイン逃げ、イン逃げ、インが逃げて4号艇が刺す刺す、おお、いいんじゃない、いいよいいよ、134143、134か、へさかかれかかれかかれかかってるかかってる、あーかかれかかれかかれ、よし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 、内側をくるっと、よしいいんじゃない、来たんじゃないこれ143、ナイス、いいよいいよ、平田選手はちょっと離れてる、オッケーオッケー、上手に回ってブロックしてブロックして、オーケー、あー平田選手来た、やばいんじゃないこれ、大丈夫か、よし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 、3番4番ちょっと定価が空いてる、これは2レース目にしてプラスの世界へ一気にいけるんじゃない、よし OK 143ナイス、いいんじゃないですかこれは、
逃げて主導権奪いました。よしよし、ナイス高田選手、そしてハチス選手、オッケー。ハチス瑞希、3番手は3号艇高井シリナ。はい、高井選手もいいよ。上位の3点は、いやー来た、これは確定じゃないですか。43.8倍、くれば43,800円、一気に3万プラスが確定。ナイス、やった。2レース目できたのはでかい。1、4、3、的中です。はい、続きまして第3レースです。この レース1号艇小池選手、4号艇矢野選手、3号艇森下選手で1、4、3、締め切り時オッズ 28.6倍です。先ほどの第2レース見事的中したので、今もうすでにプラス3万円は確定。久々の勝利です。ほんと久々。さあ、まだ第3レース目、こっからプラスの上積みを。いいよ小池選手、いいよ、まずは逃げちゃってください。で、3号艇がいて、4号艇が刺す刺す、あー波乗った。あー4号艇波乗っちゃったね、引き波に。うわー、田村美和選手が2着1号か。あー、これは厳しいか。4号艇は最下位を走っておられますね。これはもう無理だ。はい、続きまして第4レースです。このレース1号艇魚谷選手、4号艇山下選手、3号艇新田選手で1、4、3、 13.5 倍となっております。このレース2号艇に私の大好きしきちゃんがいますが、今日だけは、今日だけは1、4、3でしきちゃん来なくていいですよと。さあ来い、まずは大谷選手逃げてよ。揃ったんじゃないですか、揃ったんじゃないですか。3号艇が上を行って、4号艇が刺す。いやー、しきちゃん行った。いやー、やっぱしきちゃん行ったか。おー、これは 2-1 か。もうこうなったらしきちゃん頑張っちゃってください。応援してるよ。おー、大谷選手が握って、おー、前出た前出た。やっぱ頑張れ頑張れしきちゃん。いやー、高畑しきやっぱりいいよね。そこ内側をくるっと、なー 1-2 か。 1-2 ですか。まあ私は不適中ですけどね。2号艇原田由美。さあ、続きまして第5レースです。このレース進入固定戦となってます。1号艇今井選手、4号艇島田選手、3号艇滝川選手の1、4、3、締め切り上通 14.0 倍となっておりました。これ14倍ですからね、そろそろ2回目の的中来るんじゃないかと期待してますが、まずはイン逃げ、今井選手逃げて、あー4号艇行った。ちょっと行き過ぎたらダメよ。そこ1号艇張って張って、おし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 、いいんじゃないいいんじゃない。3号艇ついてこい。あー波完全乗って失速。いやー、1-4は行ったけどな。3号艇が引き波にこれでもかっていうぐらい今ハマってましたね。これは3号艇どこまで差開いた。おー、これは無理だ。1-4-5か。さあ、続きまして前半最後の第6レースです。このレース1号艇中川選手、4号艇清野選手、3号艇平田選手の1、4、3、締め切り時オッズ 23.9 倍となっております。そろそろこの辺りで2回目の的中を、プラスの上積みを期待したい。さあ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 、どうなるどうなる。
まあ、本戦は多分1-3なんでしょうけど、そこを1-4-3、清野選手来てよ、中川選手はまず逃げちゃってよ、さあ来い。あ、3号艇がいいか、3号艇が行きすぎるか、いや大丈夫、4号艇差し来い、差し来い、よし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 、いいんじゃない。うわ、山川選手が残ってるか、いやだ大丈夫、刺され刺さる刺さる、へさきかかってる、4号艇が先前して、2号艇を追いやって、3号艇がくるっと、ナイス。いやー、3号艇晴れた。いやー、1-4、いやー、これはまだ分からんよ、平田選手でしょ、いいんじゃない、山川選手ちょっとだけ下がってくれ、ナイス、いいよ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 、あー、でもだいぶ追いついた、1-4はもう確定、いいんじゃないか、あー、山川選手ちょっと出てる、平田選手頑張って、そっから内側をくるっと、なー、ちょっとやっぱ水面荒れてるな今日、風が相当吹いてますねこれ、でもまだチャンスはある、平田選手だもの、1-4-3、来い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 、あー、ちょっと厳しいか、いやー、これは1-4-2か、うわ、53倍、1-4-2か、なー、1-4-2、いやー、惜しかった、来たかと思ったけどな、1-4-2ですか、残念。記録好調で予選突破しました。さあ、続きまして第7レースです。この レース1号艇八須選手、4号艇森下選手、3号艇前田選手で1-4-3、ここ締め切り上通 53.3 倍ありました。ここ来れば大幅なプラスの追加となりますが、さあ来い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 、1-4-3、こい、あー、5号艇が行ってるね、1号艇はまず逃げたか、4号艇いいよいいよいいよ、4号艇上行って上行って、あー、波にもろかかった、うわ、3号艇うわー、3号艇前田選手行き過ぎやって、うわー、1-3か3-1、これ3-1か、1号艇差し返せ、うわー、3-1、まあでもこれ抜き返しても1-3か、いやー、どうなる、2手完全抜け出したな、いやー、はい、3-1ですね。さあ、続きまして第8レースです。このレース1号艇藤崎選手、4号艇西澤選手、3号艇北選手で1-4-3、 21.7 倍となっております。さあ、そろそろ来てくれてもいいんじゃないですか、1-4-3、西澤選手今 B2 ですが、いい走りしますからね、期待してるよ西澤選手、来い、よし、まずは揃った、揃ったよ、これは藤崎さんは逃げるでしょう、西澤さんが内側をズバッと、いやー、いいけど1-4-3、1-3-4か、1-3か、1-3-4、なんとかこれ西澤選手逆転させんか、逆転、おお、北選手握ってった握ってった握ってった分膨らんでるんじゃないのこれ、いいよいいよいいよ、西澤選手今のうち今のうち、いやーまだか、
いやだいぶ詰まった、だいぶ詰まった。3号艇が握るその間に4号艇内側をくるっと、いいんじゃないですか。よし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 、ナイス展開。握ったところ内側をくるっと、ここもくるっと、オッケーオッケー、143、オッケー、これいいんじゃないですか。あと2号艇の孫崎選手がちょっと詰まってきてるよ。もうここは握らんと、握らんと丁寧に回ろう。そう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 、オッケー、これできたんじゃない。4番、3番、オッケー。21.7倍、よし、2万円追加できそう、プラスが追加なりそう、ナイス。いやー、ちょっと待って、やめてや、やめてや、大丈夫ね、大丈夫ね、143、危なー。はい、続きまして第9レースです。このレース1号艇島田選手、4号艇高田選手、3号艇村上選手で143、12.5 倍となっておりました。 12.5 倍、かなり本戦に近いこのオッズ、十分3回目の的中あるんじゃないかと思っておりますが、ちょっと進入が2号艇が1コースに入ってますが、こい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 、もう時間まくっちゃえ、島田さんまくっちゃえ、いいんじゃない。あー、1号艇が、あー、これはあかんか、今井選手突き抜けちゃったか。5、4、わー、1号艇島田選手は最下位を走っておられますな。これは厳しい。はい、続きまして第10レースです。このレース1号艇キー選手、4号艇我らが高畑選手、そして3号艇魚谷選手で143、 56.5 倍となっております。今節キー選手は絶好調なので、ここは確実に逃げてくれるでしょう。あとはしきちゃんがまくっていって魚谷選手がついてくる、この展開お願いします。いいんじゃないですか。4号艇高畑選手ちょっと出てるか、そっから差し構えで、よーい、134、来い。やっぱキー選手は逃げたな。今節のキー選手は20万周を演出してますからね。さすが、ここは無難に逃げましたが、高畑選手がちょっと最下位か。これは厳しいな。136、これは4号艇高畑選手がここから2着になることはもうないでしょう。残念。さあ、続きまして第11レースです。このレースは選抜戦となっております。1号艇森谷選手、4号艇滝川選手、3号艇加藤選手の143、 24.9 倍となっております。ここ森谷選手はもう今回は逃げてくれるでしょう。前の20万周演出のようなことはないはず。あー、4号艇滝川選手は遅れた。これは厳しいか。そら森谷さん逃げるわな。あー、4号艇滝川選手、いやー、これは厳しい。13、
一緒にマークトップで旋回1号艇は森谷美穂、2番手3号艇加藤の内側攻めてくる、おお56が来たよ、56来たよ、では3号艇加藤がキープ、132か2号艇山下に迫っていくのは6号艇藤崎と5号艇の前田、6号艇藤崎選手来ましてが、まあ132かな、これは1号艇森谷美穂、2番手3号艇、まあ、いずれにしても143にはちょっと遠いです。これで鳴門桐生に続き3連続の優勝、さあいよいよラスト第12レース優勝戦です。このレース1号艇平高選手、4号艇田口選手、3号艇広中選手の143、締め切り時オッズ 11.3 倍となっております。さあこれで最後ラストの優勝戦、ここなんとか飾ってプラスの上乗せをお願いいたします。揃ったよ揃ったよ、平高選手きっちりスタートを決めて4号艇来い、いいんじゃないですか。まあ、平高選手はもう逃げたでしょう。あと43、へさきかかれかかれ、よしよしよし、かかってるかかってる、そっから内側をくるっとくるっと、どうだ、143か134か、田口選手頑張れ、田口さん、おお、いいんじゃないか、内側、いいよいいよいいよ、そしてブロックしながら回る、うまい、ナイス、ナイス、田口さん、来たんじゃないですか、これ、ラスト12レース優勝戦、最後も的中で締めくくってくれるのか、143、OK。K、ああちょっと田口選手ボタついたけど大丈夫、レースはこれより最終周回、優勝大丈夫ね大丈夫ね、1号艇は平高奈良です、これは完璧、トップスタートから逃げてった1号艇平高が先頭で最後のバック、いや大丈夫ね、はい OK、 3号艇広中地帯上の3艇は1番4番3番、よしよしよし、3連単のオッズは 11.3 倍なんですよ、優勝へ向かってラストでまた1万1300円の上積みが見えてきました、自身通算では29回目の優勝は29回目の優勝か、平高さん強いなやっぱり、はい143的中です。はい、ナイターレディース戦最終日、143の一点買い、全12レース中3レースの的中となりました。総投資が12,000円、回収金は76,800円、収支額はプラスの64,800円となりました。的中率が 25%、 回収率は 640% という結果になっております。いやー久々の5万超えの勝利やっと取れました、やっと久々のプラス収支になることができました。まあ、今回、143が合計3回来たと、この3回という数字も大きかったですが、なんといっても2レース 43.8 倍、これを取れたのが非常に大きかったです。しかも前半の2レース目でプラス3万円を確保させたので、あと残り10レースが気持ち気楽に見ることができました。その中で8レースの 21.7 倍、12レース最終戦 11.3 倍とプラスを上積みできたことがものすごく良かったし、気持ち良かった一日でした。下手に自分で考えて勝ってもなかなか勝てないので、こういう買い方もありなんじゃないでしょうか。はい、次回もぜひ見てください。あとチャンネル登録ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。ポチッとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あといいねボタンとコメント、こちらの方もできればお願いいたします。コメント特にお願いしたいと思っております。すべて読ませていただいております。極力返事も返しておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。